経済にも大きな影響が出ていますが一斉休校となった1週間皆さんの生活はどんな影響を受けましたか FNN プライムオンラインのツイッターを通じてお子さんのあるなしに関わらず広くアンケートを行ったところこのようになりました特に変わらないと答えた人が68%そしてまあ大変だったと答えた方が23%逆に楽になったという人は9%という結果になりましたその中で答えてくださった方の中からはこんな意見も 職場のパートさん方が急に休みになられた分唐突にシフトがごろっと変わってしまい、えー、急な夜勤が入って大変だなというふうな一斉休校の余波を受けたという声もあった一方でこちら宿題を毎日親が丸付けして確認してたからそれがなくなった分楽と、まあ、親御さんなんでしょうね逆に楽になったとの声もありました。